こちら神戸市北区、北新清和台と、藤原台、の間の、交差点のところです。切り株30センチの腰だったら生えてこない。こちら日当たりの良いところ、それでも無理。この辺りも一回伐採してみましたけども、もう一度植え込み直しなど余計なガソリンを消費するようなことばっかりしてる。本当にバカの業者が多すぎ、もうそいつらも裁判所に呼び出したい。神戸市議会議員とか動いて、神戸市議会議員を裁判所に呼び出すから。それであなたたちが動かなかったら、仕事しないんだったら、ちゃんとした内容伝えないんだったら、原油の残存量問題、データが違う。インターネットでは2020年データベースで残り 53.5 年分になってる。2019年世界国税税のデータでは石油の技術的採掘埋蔵量69年分だった。データが違う。本当の情報が欲しい。このままだったら早急に石油の輸入が止まる。